おはよう。まあ寝てないんだけどね。おはよう。おはよう。まあ寝てないんだけどね。ガチで昨日の夜配信して、でそのままちょっと夜更かししてたらなんか寝れなくなっちゃって、そのまま起きて朝配信したから寝ようと思って不健康すぎる本当に。いやあのね、ぶっちゃけめっちゃ眠くてあの今すぐにでも寝たいんだけど、朝配信するって言っちゃったから配信した。本当はね、あのね、8時って言ったからね、みんなね申し訳ないけど、みんな8時って思ってまだ寝てると思うけど、ちょっとまあ気分屋なのはみんな分かってると思うので、おはよう。ぶっちゃけ眠いけどイベント中なんだ。だからね、配信をしなくちゃいけないんだよ。朝でも対応してる俺偉い。本当にありがとう。あのね、8時からやりますとか言っといて6時くらいから配信を始める。バカ者。おはよう。いやー本当に眠い。本当にね、マジでやばいと思うんだよね。昨日の夜配信してそのまま寝ないで朝配信するって。まあ普通に寝ろって話なんだけど、なんか寝れなくて本当に。おはよう。やべ、おはよう。みんな朝早いのね。いつもこんな時間に起きてるの？もしかして。
はよう。いい朝だね。そっか、今日土曜日か。お休みの日なのね。今日は公演があるけど、私は出演しないのでお休みです。おはよう。あー眠たい。5時40分くらいから急激に眠くなり始めてる。本当にさ、朝早起きできる人尊敬するんだよね。あ、キラ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 いっぱいありがとう。おはよう。そうなの、配信早めました。すごく眠くて。あ、おやすみ。おはよう。寝起きじゃないの、寝てないんだよね。この配信終わったら寝るんだけど。ありがとう、キラキラお星様。キラ星か、恥ずかしい。あ、フォローありがとう。わーい、おはよう。今日はね、また夜に配信しようと思ってるので、徹夜すっぴんです。なんならマジでさっきお風呂入ったばっかり。生活リズムがやばい。マジで終わってきてる。ネギちゃんかわいいね、ありがとう、嬉しい。すっぴんレベチ本当に。あ、レインボースターありがとう。このね、イベント期間でね、分かってきましたよ、ショールームの使い方が。あのね、レインボースターっていうのね、初めて知った。虹色のお星様って言ってたからまんま。青春天使、そうだよ。これさ、私のことをさ全然知らない初見さんがさ、青春天使っていうのを見てさ、青春天使って何ってなるんだろうな。青春天使っていうのはね、私のね、キャッチフレーズなんですよ。そう、はずいけど、
もともとはキャッチフレーズがなんだっけ、甘くて酸っぱい青春天使って私が言って、その後にファンの方になぎちゃんってコールしてもらう形だったんですけど、あのね、変えたの、恥ずかしくなっちゃって、どんどん甘くて酸っぱいまで私が言って、青春天使をファンの方に言ってもらう形にしたんだけど、そう、あのね、なんかみんな青春天使って言いたかったのかな、めっちゃ嬉しそうに言っててそう、あ、なんかキャッチフレーズ変えてよかったかもって思って、あわわわわわわ、なんだこれ、おはよう、そう、でもね、いいフレーズだなって思うよね、我ながら、青春天使、手振りもつけたんだよね、甘くて酸っぱい青春天使って、これはハートにこうやって羽です、青春天使、結構いい感じでしょ、おはよう、まあ私はこの後寝るんですけどね、まだ青春天使言ってなかった、あら、言える日が来るといいね、うん、本当にね、私ね、最近ね、生活リズムがね崩れてきててやばいんだよね、寝起きに見えるかもしれないけど、私これ寝てなくて待って、タワーありがとう、渡辺三郎さん、嬉しい、どうしたの朝から、ありがとう、びっくりした、嬉しい、寝ぼけて間違えて投げたとかじゃないよね、ありがとう、おはよう、寝てない、え、でもね、割とこういう日あるんだよね、割と頻繁にこういう日あるんだよね、わあ、キラキラのお星様いっぱいありがとう、寝てなくても可愛いっていうのは私も分かってるんだけど、結構本気で眠くなってきた、おはよう、すごい初めてさ、この時間に配信した気がする、
初見さんがいっぱいだ。はじめまして皆さん。NGT48 の4期生のビジュアル担当兼お姉さん担当兼セクシー担当兼面白担当兼クールビューティー担当しております。 NGT48 4期生の関野山凪です。よろしくお願いします。そうなんです、いろいろ担当させていただいております。そうなんですよ、ちょっと大変なんですけどね、私のねポテンシャルがねあまりにも高い、あまりにいろいろ担当させていただくことになっているんですけど、すみませんね、なんか。あとですね、私スタイルがよろしいことでも有名でございまして。今はちょっと風邪をひいております。おはよう。そうなんですよ。よく可愛いとはね言われるんですけどね、もうそんなのね分かりきっているので、スタイルに関しては何かしてるの？あのですね、私ですね、本当に太りやすい体質でございまして、なので夜中におやつを食べないようにしたりだとか、あとバスとかあまり使わないように歩くようにはしております。たくさん歩いております。おはよう。あのね、田舎育ちなので本当に歩くんですよ私。一駅二駅くらいならもう全然余裕で歩けます。あのね、歩くってね本当にいいんですよ、ウォーキングって。走るは私疲れちゃうので続かないんだよね。
初見さん、こんにちは、はじめまして。そうだね、暑いとね、ちょっと大変かも。おはよう。おはよう。今何時？6時？はいや、みんなすごいね。これからお仕事があったりするのかしら。あ、おやすみ。私と同じだね。私はね、用事があったとしてもね、この時間に起きたらもう眠くてしょうがないよ。年取ると勝手に目覚めてしまう。あー、なるほど。私はね、起こされなかったらね、本当に永遠に寝てる気がして怖いんだよね。でも私本当に寝るの好き。おはよう。朝ごはん、朝ごはんはもう適当に食べれればいいかなって感じなので、ご飯にふりかけとか、時間あるときはちゃんと食べますけど。かわいい、だってありがとう、よく言われます。眠たい。なんでこんな眠たいの、朝って。みんな早っ。おはよう。もうね、ラジオ体操とかしたいもん、私。小学生の夏休みみたいに。え、そうなの。あのね、起きてるんじゃなくてね、あの昨日配信してからね、そのままね、あの寝てないんだよね。そう、あ、お風呂入んなきゃって思ってたら、なんかいつの間にか朝になってて、さっきお風呂入ってきて、それまで全然眠くなかったのに、配信始める直前にめっちゃ眠くなっちゃうっていうおかしな話。おはー。
今日はね全然もうね出ないです。お休み。もう10月はね全然出演しないのでみんなに会えないんだ。おはよう、おはよう、おはよう。あー、ケア星ありがとう、ハートもありがとう。でもね、告知しないでね配信始めちゃったからね、ちょっとみんながね怒っちゃうかも。怒らないで、私これから寝ちゃうから。8時に合わせて起きる人はたまげるだろうね。ね、でもね、あのね、私のファンの方はね、私がね、あのとんでもない気分屋っていうことを知ってるからね、多分ね大丈夫だよ。起きて私が配信してなくて、あの6時に配信してたって知ったら、あ、そうなんだ、そっかそっかって感じだと思う。あ、レインボースターありがとう。おはよう、ありがとう。おはよう。通知で起きた自分を褒めたい。すごいね、えらいわね。おはよう、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 おはよう。あ、ショールームで配信の時刻が早い人は中高生が多いように感じます。私はですね、中高生じゃないので。おはよう。みんな朝ごはん食べましたか？まだか。私も食べてないけど。おはよう。そうだよ、私2005年生まれなんだよ。あともうちょっとで20歳だ。おはよう。そう、4期生じゃね、4番目だったのにね、結構大人になっちゃいました。そう、2005年生まれね、 NCT あんまりいないんだよね。萌えさんが2005年生まれなのと、あとすもちゃんがね2005年生まれだったんだけどね、卒業しちゃったから。おはよう。そう、すもちゃんと萌えさんと私だけなんだよね。5期生に入ってくるかな、同い年の子。あ、お星様ありがとう。でも入ってきてほしいな、仲良くなりたいな、私同い年の子と。同い年じゃなくても仲良くするけど。
でもやっぱり同い年って嬉しいよね。そうなの、あのね、ご期生オーディションね、年齢上限ないので、12歳以上であればどなたでも受けられますよ。だから同い年の子来てほしいな、チャレンジしてほしい。そう、私もね、一度夢を諦めかけたものなので。くしゃみだ。おはよう。 Bless you。 おはよう、なぎち。どうも。そう、昨日はね、ひなた祭りに行ってきたんですけど、久々にね、ひなたさんとね、お仕事させていただいて。え、地震来た？本当？え、私全然感じないけど。地震、何？ちょっとわかんないけど、気をつけて。もう日向さんね、本当にね、なんかね、本当に近くで見ると本当にお肌が綺麗で、なんか本当に発光しててめっちゃ綺麗だった。綺麗だった。そう、なんか久しぶりにお会いしたからなおさら、久しぶりにラジオの収録をしたんですけど、なんかそう、 S さんもね、最近全然出番がなくてそう、だから本当にラジオの収録久しぶりだったから全然上手に話せなかったかもしれないけど、放送をお楽しみに。おはよう。あのね、会うのはね、そのね、ブースティー祭りの時にね、ちょっとね、お会いしたんだけど、その時は全然お話できなくて、そう、収録で久しぶりにゆっくりお話できましたね。そう、ひなた祭りはね、初めてだったんだけどね、本当にね、楽しかったです。そう、ゲストもいらっしゃって、ラルメールのお二人、
お楽しみに。ああ、そうですよ、皆さん明日は選挙、あれ明日だっけ、いつだっけ、選挙私も行きますよ、ちゃんと。おはよう。まあ、あと5分でやめるけど。選挙行きますよ、私は選挙権があるのでね、大人なので選挙行けます。あのね、10代20代がね、選挙に行くって本当に大事なことだよってママが言ってたので、私はちゃんと行きますよ。おはよう。眠たいな。なんか私、あのね、このイベント始まってから結構配信めっちゃしてるんだけど、あのね、声がね落ち着くってね言っていただけることはすごく多くて、新しい発見をしてしまった。私の声って落ち着くんだ。落ち着いてますか皆さん。朝だけど落ち着いてくださいね。遅刻しそうな人も落ち着いてください。人生は急がば回れなので。たまに寝落ちするくらい落ち着く。え、本当に？それはな、なんか嬉しいけど。あのね、私ね、一回ね、ささやき声で配信をしたんですけど、それがなんか謎にめちゃくちゃ好評で、またやってまたやってっていろんな人に言われるんですけど、すっかり忘れてました。そう、あのね、アイドルになるまでね、声をね褒めていただけることって本当になかったから、新しい発見というか、すごい嬉しいなって思います。おはよう。おはよう。あ、じゃあ30分になるので壇上を読みます。13位、スイズミユさん、ありがとうございます。12位、パックさん、ありがとうございます。11位、スパローさん、ありがとうございます。11位、七九山六辺さん、ありがとうございます。9位、マスルさん、ありがとうございます。8位、真央さん、ありがとうございます。7位、 D 山さんありがとうございます。6位、しゅんさん、ありがとうございます。5位、りょうさん、ありがとうございます。4位、あきら先生、ありがとうございます。
3位ケイジーさんありがとうございます。2位ヤマリさんありがとうございます。1位渡辺三郎さんです。ありがとうございます。すごい朝配信結構レアなんですけど、めっちゃ楽しかったです。今日は土曜日でお休みの人が多いと思うんですけど、ゆっくり体を休めて土曜日を楽しんでください。お仕事ある人は頑張りましょう。いっぱいメールチャットを送るのでぜひ見てください。またね、また夜配信します。バイバーイ。頑張ってね、いろいろお仕事とか。おやすみ。